皆さんどうも、高むです。今回はですね、埼玉県秩父地方の中心都市で人口5万7000人ほどの秩父市の市街地を散策した時の様子、動画にアップしてまいります。この時はですね、東京池袋から西武鉄道の電車を利用しまして、西武秩父線の駅、西武秩父駅、 までやってまいりました。この時は西武鉄道の株主優待券を金券ショップで購入して、それがなんと390円。普通に運賃を支払いますと確か800円は超えるような形だったと思いますので、大変お得にこの秩父市までやってくることができました。駅には自動改札機がしっかり 設置されていて、とても綺麗な建物となっていますね。駅に併設してですね、まあ、お土産屋さんだったり、まあ、飲食店がくっついている温泉施設がありまして、スーパー銭湯ですね。そちらが大変人気の、はい、今映っている建物ですけれども、施設になっているようです。で、今回はですね、まず秩父市。 の中心市街地を見た後に、まあ、郊外的なね、ロードサイド店舗みたいなところもちょっとありますから、そうしたところを見て回りたいと思います。駅、ロータリーの向かい側にもですね、飲料品を売っている自動販売機と並んで、そういう優待とかね、お安く切符を売っている自動販売機もあって、でもそちらは500円台で、その西部のね、 いう体験があったんですよね。まあですから私結構お得に、これ八王子で買ったんですけれどもね、東京の入手できたなという感じでございました。で、西部秩父駅の東側に南北に伸びております国道145線の幹線道路がありまして、これ秩父王館というえ街道に当たる道になっているようですが、で、今映像に映っておりますようにね、 遠足か何かのお子さん方の集団がいらっしゃって、その後ね、ついていくようにこの国道沿いを歩くという形になりました。で、駅に近いところのこの1 4 5沿いですと、ルートインのホテルが高めで大きく目立っていて、あと、時々オフィスビル的なものもね、ちらっとは見えるんですが、あと駅前にね、昔ながらのちょっとしたビル群があったりするんですけれども、 まあ、あとは、ガストですとか、夢案だったりのね、ファミレスが目立つような形でしたが、で、この国道140号ね、すぐに西に離れて、さっき映りました綺麗な建物が、秩父市役所、はい、こちらが市役所と、あと公民館とかが入っている建物が、左側にね、あったという風になります。で、この市役所の西側になるんですけれども、 秩父鉄道っていうね、あの路線もまた、あの西部とは別にこの街通っておりまして、その駅があるんですよね。まあその駅とか市役所に近いからか、結構人気そうなラーメン店だったり、えー、書店とかね、なんかガムの自動販売機が大変いい感じでしたけれども。はい、ご覧のように奥に線路が見えていますけれども、これが秩父鉄道のものになります。線路周り、 たくさん個人のお店が並んでいてね。大変いい雰囲気で。で、どうやらさっき通ったのが貨物列車のようでしたよね。なんか石灰石を輸送する動向というふうにネット上で調べると書いてあったんですが。いいですね。なんか昔ながらの光景というのが見られたような気がします。で、お花畑駅。 ですとか、秩父鉄道を西に越えていきまして、これ、南北に伸びております。バンバ通りという道になるようです。駅のすぐ北側ですと、埼玉らしくベルクの、まあ、ローカルなスーパーがありまして、で、その北側となりますと、ご覧のようにね、なんか、お芋とかソフトクリームとかね、まあ、和菓子といいますか、 デザート屋さんというのが目立っていたり、結構観光向けの飲食店からね、地元の個人店まで、新しめの建物、昔ながらの建物、いろいろ混ざり合うようにして並んでいる。とてもいい雰囲気の通りがあります。なんか並んでいるお店のラインナップ的に、食べ歩きとかにもなかなか向いていそうですよね。 結構観光の方が歩いてね、ゆっくり楽しめそうな雰囲気で。というのもですね、この通りなんですけれども、この先、秩父神社という神事がありまして、その参道に当たるんですね。まあ、そういうわけで、今まで映っていたようなお店が並んでいるというふうになるわけですね。まあ、この秩父となりましたらね、その西武線使いまして、 私、今回は普通列車で来ましたので、一回乗り換えて2時間弱ぐらいだったんですが、特急もありましてね、プラスで料金を払えば乗り換えなしで1時間20分ぐらいですか ?1 時間ちょっとぐらいで、この町に池袋から来られるということで、大変ね、関東方面の方からしたら人気の観光地になっているかと思います。で、その方はね、秩父神社を参拝した ところになりましたね。で、これからですね、この街の中心域のところに向かっていこうと思います。今映ったのが祭り会館というえ博物館なようでしてえ、秩父夜祭りという祭りがね、この街あるそうなんですが、それを紹介している博物館だったようです。で、今映っております建物、大変大きなのありますね。 ここ、地域地場産業振興センターの建物なんですが、え秩父駅というのもねえ、秩父鉄道の秩父駅というのもえ、この建物にくっついておりまして、こちらがどうやら、まあ、正式にといいますか、この町の中心駅の扱いになるようで、ご覧のようにちょっと裏の通りを覗いてみましたら、飲み屋がちょっと連なっているね、小さめの歓楽街のエリアというのもあって、 えー、こちらのお店ね、向かいの、えー、公園的なところにまで、えー、回転祝いのお花が飾られていましたが、出来たてのお店なんかもどうやらあるっぽいですね。で、そうしたところの西側、えー、ドラッグストア席が映ったりしましたが、えー、こちらの道が国道299号線というね、えー、また、まあ、車道はそんなに広くないですが、幹線道路が見られまして、ただですね、こちらのまた、 線路の西側で南北に並行している幹線道路につきましても、まあ途中で国道299号から県道73号に変わるような道になるんですが、結構この道沿いというのもね、建物が立派なエリアがあって、中心市街地間がしっかりしている地域となりますから、ご注目いただきたいと思います。で、道路の反対側に劇場と書いてある 建物ありますけれどもどうやら現在ではねその劇場をリノベーションしてイタリア料理店をやっているというねちょっと意外な建物というのが見られたりしましたでどんどんとね道を南に進んでいきましてちょっとした保険会社のオフィスビルだったり、まあ、飲食店こちらもね道路反対側ジョナサンの大手のファミレスまで見えてきてでこんな風に何やら奥の方ねビル群みたいなものが 見えてくるというふうになりました。まあ、この秩父市となりますと、埼玉の中でも、まあ、西の山側になってくる感じですよね。で、山に囲まれた、えー、ところに街が広がっているということで、まあ。そうしたところにね、なんかビル群があるとなりましたら、もう体が勝手に、えー、そちらに向かって近づいていってしまうかのような感覚でしたね、この時はね。 この秩父ってそんな都会的だったんだええー、みたいな感じで思っておりましたけれども。だいぶその高い建物が多いエリアに近づいてきましたね。その手前側なんですけれども、ご覧のように、えー、ベスト電気ですとか100円ショップが入っている複合施設みたいなのがあって、ちょっと建物古そうでしたが、まあ何よりね、ベスト電気ここにあるんだというのがちょっと驚きでした。 まあ、九州のね、福岡の家電量販店でありまして、まあ私も四国、高知の人間ということでね、割と馴染みのある家電量販店なんですけれども、ここにもあるんだっていう感じで。で、電力会社のビルだったり、何やら百貨店と思われるね、建物というのが奥に見えてきましたよ。こちら、ヤオ百貨店というアパレルショップ、家具店、飲食店、屋上遊園が揃った老舗の デパート、百貨店となっているようでありまして、ものすごい存在感でしたね。で、この東側が、お花畑駅のまた周辺ということで、はい、これ秩父鉄道にね、ぶつかりましたけれども。今度はですね、まあ、先ほど一瞬、西部秩父駅とかの東側、国道145線を軽くお届けしましたが、これからこの道、 をひたすら北に進んでいって、まあそのロードサイド店舗とかがね、複合商業施設だったりが見られるエリアというのがありますので、そちらを目指していきたいと思います。まあ市街地のね、南の方にもある程度大型スーパーだったり、ホームセンターだったり見られるんですが、まあこの秩父市ね、結構全体見るには街がかなり広いようで、 で、あと、この日の晩もまた池袋で泊まることになっていたので、まあ明るいうちに見て回れる範囲を可能な限り、今回歩くというスタイルにしました。で、国道ちょっと西奥に入り込んだところ、オフの書店ですとか、ね、自由空間、あと、牛角が見られるようなところもありました。で、さらに驚くべきことに、国道の東側、 まあ、コナカ、サンドラック、ヤオコ、さらに、ユナイテッドシネマス、そしてパシオスなんかもあるような、超大型のショッピングモールが出現しました。これ驚きですね。ウニクス、チチブというね、ショッピングモールになっているようでありまして、えー、今映っていたロゴの他にもですね、タリーズコーヒーだったり、ダイソー、熊沢、書店、 あとは、シュープラザ、スタジオアリスとかね、美容室、ゲームセンター、サーティワン、ドミノピザ等、かなりいろんなお店が入っている巨大商業施設となっておりまして、私、かなりびっくりしましたね。その横にはですね、道の駅、秩父がありまして、中でね、えー、名産の食べ物を食べられたり、 お土産を購入したりできるということで、私もですね、こちらでお土産物を購入するなどをしました。あとはですね、秩父名物でわらじカツというね、食べ物があって、これ履物のわらじ級に大きなローストンカツのことになるんですが、そのとんかつの丼をですね、こちらで購入したりもしました。 で、また道の駅からさらに北側に進んでいってるところになりますね。まあそんなにですね、数多くの大手商業施設がもうずっと密集をしている、ひたすら続いているという感じではあまりないんですけれども、このように丸亀製麺がね、今も映ったり、ウェルシアのドラッグストアだったり、 まあそれなりに大手のお店点在しているかなという雰囲気でありました吉野家のね牛丼屋さんも見られてで私この時ね完全秩父初上陸だったんですね初めて散策する街で、まあ、もちろんずっと名前は聞いていたのでねどんな市街地かとても気になっていたんですが 山の中でありながら結構都会的なゾーンというのも多くありまして、驚きつつ散策しておりました。で、吉野家の北側もですね、ケンタッキーだったり、ゲオですとか、えー、ホットモットなんかが見られまして、まあ大手のお店がずっと点在しているというね、国道ゾーンになっていますが、こちら急に驚くべきことに大型商業施設が密集しているエリアというのが出現しました。 ケイデイツーのホームセンター、ベルクのまた埼玉らしい地元のスーパーマーケット、そして反対側には青木の紳士服店が大きく建っていて、なんとベルクの奥にはユニクロまであるというふうになっていてね、すごい充実ぶりでしたね、この辺り、急に大型商業施設というかね、大手のお店が多くて。で私、ほんとベルクのスーパーマーケットというのが、 好きでありまして、まあ埼玉とかね、まあそれ以外でも店舗がある関東に行ったらね、積極的に立ち寄ったりしています。まあ元々はね、私が応援している、あの日向坂46っていうアイドルグループがありまして、あのそこのラジオのスポンサーをしていたりするというね、ことがあってそのスーパー知ったんですが、まあでも試しにね、あのお弁当とか買ってみたらめちゃくちゃ美味しいんですよ。 私食べ物の豊かなね高知の人間ということを知った覚えてるつもりなんですが、まあ、そんなね私でもかなりねいいスーパーだなと品質の高い食べ物を置いてるスーパーだな,なと思ってね毎回買っていますでその北側ですけれどもかっぱ寿司だったりスーパーに松きをあとエディオンの家電量販店がね密集しているところというのがまたありましてこの時エディオンってちょっと買い物をしたかったのでね で、さっき映ったところの北側国道1 4 5再開の道沿いにもですね、島村だったりオートバックス、コメリ、ウェルシアなんか並んでいたりするようなんですが、まあさすがに遠くなってきてしまうので、まあ先ほどのエディオンだったりの近くにありました、秩父鉄道大野原駅というところから、またこれね、中心部、 に戻ることにしました。今映っているのがお花畑駅ですね。まあ、これまででね、ざっと一通り秩父の主要な市街地は見ることができたかなというふうに思いますので、まあ、また西部秩父の駅に戻ってね、池袋帰ってもよかったんですが、この中心市街地の東側にですね、ちょっと気になる ま、また市街地とは違うスポットがありましたので、そちらに向かうことにしました。駐車場にいた白猫ちゃんがね、あの、止めに来た車にびっくりしている様子が面白くてちょっとカメラ収めたんですが。で、今映している、結構これ山を通っている風になりますけれども、これが秩父中心部のすぐ東側にあります、羊山公園というですね、場所になっていて、 まあこんな風に山を上がっている風になりますけれどもこれを登ったところにですねまあ春になると芝桜がね一面に植えられているところがあってまあその時期になると多くの観光客でにぎわうようなんですがこれ撮影がね23年の秋ということで真逆の時期ですがそれでも見どころはあります。 ご覧のようにね本当に山の名前の通り羊がいるんですよねすごい可愛くてずっと写真撮ったりね眺めたりしちゃいましたであとはですねこのように秩父の市街地を見下ろせるエリアというのもありまして、まあ、今回歩いてきた将棋エリアが見えたりあとはね逆に歩けていないようなところも目に入ったりして、まあ、またゆっくりね観光 というふうなこともしたいなという思いがまた新たに生まれましたねでまあすぐね上り下りできる山でしたのでまあ本当山の上からさっきの展望のところからまあ10分ちょっとぐらいでこの駅前に戻ってきてで西武線を使って池袋宿まで戻ったというふうになりましたご視聴ありがとうございました